皆さんこんにちは、まーです。今回は GU、楽天などなど5990円以下で買えるプチプラアイテムの購入品紹介していきたいと思います。早速紹介していきたいと思うんですが、今着ているこのドットのワンピースですね。GU で購入できるアイテムとなっております。このワンピースね、どこのですかって本当によく聞かれるんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。真っ白ではない、ちょうどいいオフホワイトな色味で、このドットの大きさっていうのも結構気になるポイントなんですけど、すごい細かいわけでもなく、このドットがね、大きすぎるわけでもないので、女性らしく上品に着こなすことができます。このワンピースもなんといっても上からパサッとね、被るだけで、OK。そう、チャックとか、こう、ボタンとかね、特にないので、本当に被るだけで着れちゃうので、すごく日常使いしやすい楽ちんワンピです。で、さらにこれに合わせた GU のね、ちょっと細かなアイテム、いろいろゲットしたので、紹介していきたいと思います。サンダルでーす。この細いストラップが、こう、キャシャ見えさせてくれたり、こう、女性らしい感じにしてくれるので、これはもう持ってて間違いないですね。何にでも合います。もう、何にでも合いますし、ヒールもそこまで高くないですし、とにかくね、歩きやすいです。プラのシューズって、なんか、こう、歩きにくかったり、靴擦れしたりするのかなっていう心配とかね。まあ、私も多少なりとあるんですけど、これはすごく歩きやすくて、万能に使えるので、ずっと持っておきたいアイテムだなと思います。で、金具もね、ゴールドですごく可愛らしいなと思います。そしてね、バケットハットなんですけど、こんな感じで、こう、サイズ調整できます。なので、ちょっと緩くしたりだとか、きつくしたりだとか、風に飛ばされないように調整することができます。ちょっとツバが長すぎて、前が見にくいってこともないですし、ちょうど顔全体を覆ってくれる、すごくおしゃれなアイテムだなと思います。畳んでね、ギュッとこう、カバンにもサッと、もうこんな感じでコンパクトになるので、もうサッと、しまって、日差しが強い時にね、使ったりできるので、すごく優秀なアイテムだなと思います。こちらのバッグですね、めちゃくちゃいい。ポッケがね、いいね。ここにさっとスマホとかお水とかお財布とか、ちょっとお財布は危ないかもしれないんですけど、さっとね、必要なものを入れ、そう、こうやってね、取り出すことができるので、もうめちゃくちゃ便利だし、だいぶ大きいので、こうパソコン入れたりだとか、iPad 入れたりだとか、教科書入れたりだとかね、教科書書類とかファイルとかね、入れたりだとかね。それこそカーディガンとか帽子とか日傘とか入れたり、こう旅行先でも使えますし、デザインも何にでも合わせやすいなって私的には思います。可愛いのでお気に入りで日々使っております。まあ、夏といえば結構クーラーで冷えるじゃないですか。そんな時にもこちらのカーディガンが本当にめちゃくちゃいいということで、何がいいかってことなんですけど、見た目はね、本当にシンプルなカーディガンなんですけど、素材なんですね。綿 54%、レーヨン 40%、ナイロン 6% っていうことで、すっごく柔らかくて肌当たりがいいんですね。私ね、もう洋服買う時は基本的には素材重視。まあなんでかっていうと、ちょっと感覚過敏みたいなところがありまして、チクチクする感じが気になりやすいっていうことで、見た目はね、普通のカーディガンではあるんですけど、すっごく柔らかくて、もうこれを基本的にはカバンの中に入れて持ち歩いています。しっとりっていう表現がいいのかな？これ本当に着てみてほしいなって思います。続いて楽天で購入できるアイテムなんですけど、こちらの黒のトップスですね。首周りのこの形がすごく可愛くて、お顔をすっきり見せてくれるなと思って購入しました。あと、二の腕もボリュームがあって、二の腕カバーもバッチリということでね。で、こちらのトップスはテパードパンツとね、合わせたいなと思いまして、爽やかなミントグリーンのテパードパンツを購入いたしました。で、ここのブランドね、こうやって、裾のところにね、ワンポイントあったりするので、それがすごくね、可愛くて、着てみたいなと思って買ってみました。とね、白黒が多くなりがちなので、ちょっと変わった色味のパンツ履いてみたいなと思って、こちらをチョイスいたしました。
ベルトを通す部分はないんですけど、ポッケがねしっかり合います。はい、セネのネックレスなんですけど、金属アレルギーに悩む女性向けのブランドなんですね。で、サージカルステンレスというもので、金属アレルギー体質の方にはもちろん海や温泉をお風呂でつけっぱなしでも OK、 傷がつきにくく輝きが長く届きますということで、こちらのアイテムを楽天で購入してみました。こうカジュアルに T シャツだったり、まあ、もちろんワンピースにも合わせやすいアイテムだなと思ってね、ちょっと買ってみたんですけれども、たまにこのネックレスで首元がちょっと痒くなったりとか赤くなったりとか、本当にたまになんですけど起きやすいので、アクセサリーがこう錆びちゃうのとかも気になるので、今回こちらを買ってみました。すごく可愛くてね、万能に使えます。はい、そしてノスタルジアのパンツ、テッパードパンツなんですけど、こちら何がいいってすっごく涼しいんですよね。もう夏はこれじゃなきゃダメっていうぐらい、本当に夏にぴったりのパンツですね。ベルトでこう調整もできますし、ポッケもついているので、とにかくもう万能ですね。もう夏の暑い日はとにかくもうこればっかり履いています。で、ネットだと結構売り切れ状態で、店舗で私は購入しました。もう本当にね、少しでも生地が薄く涼しいアイテムをね選びたいなと思ってね、今回こちらに出会いました。はい、そしてね、傘なんですけど、梅雨時期に購入いたしました。で、色ね、かわいいなんか一本こういう自分のお気に入りの傘っていうのを持っておくと、こう雨の日もテンション上げられますし、やっぱりビニール傘よりはこういったちゃんとした傘の方がね、こう大人の女性っていう感じがして、ちょっと傘が壊れちゃったんでね、私新しくこちらの WPC というブランドのね傘を楽天で購入しました。こちら手元がねバンブーハンドルで、すごくね可愛らしい上品な手元になっています。で、全体的にこうスリムなんですよね。でこちらのブランドね、カラバリが20種類もあって、日傘にもなるんですね。なので梅雨が終わってももう一年中 UV カット、 UV ケアができるということで、これをね私のお気に入りの傘ということでね購入してみました。楽天は結構クーポンが出てたり、お得に購入することができるので、ぜひ私のね楽天ルームでクーポンもねあるかなってチェックしてみてください。ということでね、今回は5990円以下のお手軽に買えるアイテム購入してみました。30代過ぎるとですね、ファッション何着よう問題結構あると思うんですね。なんですけど、まあ、私はとにかくもう自分が可愛いと思ったものを着る、結構ねもうこれに尽きると思っていて、自由にねファッションを楽しんでいますし、プチプラだけじゃなくてね、この夏買って良かったものもまた動画にしようと思っていますので、よかったらそちらもぜひ見てください。ということで、暑い日がまだまだ続きますので、体調管理に気をつけてお過ごしください。今日もね見ていただきありがとうございました。またすぐ会いましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。